デオーゲンマバロッシー121株は超高熱性鉄還元古細菌で2003年から2008年まで生物の生育温度の最高記録を保持していた古細菌である一般的なオートクレーブ温度である摂氏121度であっても増殖が可能と報告された形態は多数の弁毛を持つ1から2マイクロメートルほどの球菌細胞表層構造は S 層で 一般的なクレンコ細菌と同じである。2003年に、マサチューセッツ大学のデレック・ラブリーとコゼム・キャッシュフィーラによって、ワシントン州のピュージェット湾の沖合 322km、水深 2400m の海底にある熱水噴出口より発見された。未記載であるが、16S ナとリバースジャイレースの配列は、 いずれも、極めて高熱性が強いパイレディクティアムアクルトゥームやパイロバキアラムエロファロムに、禁煙性を示した。現在は、暫定的にクレンコサイキンモ門、テルモプロテウスコーデスルフロコックスモク、ピュロディクティウムか、ゲオゲンマ属に置かれ、ゲオゲンマバロッシーと呼ばれているゲンマ、バロッシー。増殖可能温度は85五摂氏百121度。指摘生育温度は、摂氏百六106度。 摂氏130度2時間のオートクレーブにも耐える。この菌の発見までは菌炎の子細菌、パイロラバスフマリーの摂氏113度が、生物の増殖温度の限界だと考えられていたが、通常のオートクレーブ条件に耐え、増殖する生物が発見されたことは驚きをもって伝えられた。オートクレープ条件とは滅菌の方法であり、 微生物の生存率が100万分の1以下の確率だと国際的に定義されている。なお、この記録は正式に発表されたわけではなく、再現性も取れていない。そもそも禁種が公開されていないことから、依然としてピーフ・マリーの方が最高生育温度保持者として扱われることもあったが、発見者らが2008年に出した論文で、摂氏115度で培養と書かれており、 少なくともピーフマリーを上回って、そうではある。この論文では、指摘生育温度は、摂氏105度となっていた。なお、この菌が保持していた、摂氏121度の記録は、2008年に、塩石の子細菌、メサナパイラスキャンドラーアイストレイン116が摂氏122度で、増殖が可能と報告されたことにより更新された。メサナパイラスキャンドラーアイは、 一般的な気圧であれば、摂氏116度が限界なため、ストレイン116の名称が用いられているが、気圧が増す深海では、摂氏122度を記録している。日本の海洋研究開発機構によって報告され、この記録は2014年現在でも破られていない。しかしながら、将来的には、摂氏125度から摂氏130度が、 上限ととさされれるるだろうと推定されているこれらは地下生物圏の調査として重要であり、さらには地球以外の天体にも地球外生命体が生存し得る、ハビタブルゾーンの観点からも天文学的に注目されている。つまり太陽光のエネルギーが届かず、かつ高温の極限状態でも生存し得る生命体が地底に広がっていることから、 地球外生命体を調査する上での前提条件を覆し、宇宙空間にハビタブルゾーンが後半にわたっている、可能性が示唆されている。ありがとうございます。